はい、さい、毎度バッスリ革命家、福ポンです。安酒で乾杯、in 桧原湖。今日は7月30日、土曜日、桧原湖で車中泊します。桧原湖に、乾杯。ああ、うまい。今日も一日、もう朝5時半に船下ろして、4時半ぐらいまで一日釣りしてました。結構、もう先週ぐらいまでは、すごくサイズも数も出てた桧原湖なんですけど、7月30日、もう本格的にもうくっそ暑くなって、夏になって魚もだれて、かなり渋くなってきましたね。まあ、例年夏ぐらいになると、夏から秋にかけてって、結構難しい季節に桧原湖はなるんですけど、もうその兆しがかなり見えて、多分こっから簡単には釣れない季節になるんだろうなっていうのが、すごく感じました。今現在の状況だと、やっぱメインとなるのは、ウィードの釣りですね。で、ウィードが結構もう、どこでもあって、今年多分かなり多いと思うんですけど、桧原ウィードレイクと言っていいぐらいウィードがすごい多いです。今までこうブレイクとか、まあハンプとか、ついてた魚、オーバーハングとかについてた魚が、もう全部ウィードに散っちゃって、まあウィード全体に魚がまばらにいるような感じで、サイズも選びづらくなりますし、で、どのウィードがいいかって、もうほんと釣って探すしかないんで、それに多分対応できてる人は今まだいないんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあ来週NBC チャプターがあるんですけど、まあ勝てるパターンって多分3通りあって、この前のフラットにワカサギとかベイトについてる魚を釣る方法と、あとウィードを釣る方法、多分これが一番強いと思う。で、サイト。で、サイトもウィード絡みのサイトに結局なるんで、まあ、ウィードを釣るしかないのかなっていうふうに思ってますね。まあ、僕はこういう魚、ベイトについてるバスを釣るのって結構苦手なんで、釣り勝てることはないと思うんですよ。他にも上手い人いっぱいいるんで。だから、まあ、ウィードの釣りしかないかなっていうふうに思ってますね。まあ、ウィードの釣りも結構いろいろあって、フリーリーグとかで打つ人もいるし、虫を上に浮かべる人もいるし、まあ僕は結構、ウィードのエッジとかをミドストとか入れちゃったりするんですけど、まあそういういろんな方法でウィードを打っていくって感じですね。で、どのウィードがいいかはもう全くわかんないんで、まあ今日釣ったんですけど、まあ結構どこでも魚は見えるし、サイズはまあいろいろだし、まあ強いウィードはいくつか見つけたんですけど、それでももうどんどん打っていくしかないですね。で、明日も、7月最後の日ですね。釣りに一日出ようと思います。ちょっと練習しないと本当にまた結構真ん中ぐらいとか、もうしょうもない結果になっちゃうんで、多分今のまま出ると。結構自信ないです、今の状況は。で、明日まあ一日練習して、なんかこう強いやつ、強いパターンを見つけられたらなっていうような感じです。まあ結構、土日両方ともここにいることが多いんですけど、でも結構帰るんですよ、家に。ただもう今日はもうすごく暑くて、もう疲れて帰る気力がなかったんで、もう泊まることにしました。気力がないっていうか、もう早く飲みたかった。裏磐梯のセブンでビール買って、でロックアイスを買って、まあ今日の昼間使ってたクーラーボックスにぶち込んで、それでビール冷やして、飲んでいきます。まず前菜、会津味噌仕込みの豚汁。最近セブンも結構コンビニ業界も値上げが激しくて、おにぎりとかも鶏飯とかでも平気で140円とかするんで、値段をよく見て買っちゃう。バッソリ革命家福ポンです。ああ、うまっ。やっぱ味噌スープはうまいな。ああ、うまい。景色いい。2本目は丸 F。 これも結構美味しいんですよね。甘みがあって、ほのかな苦味で、優しい味。すっかり夜に、キャンプの方は、みんな晩ご飯食べて、楽しそうです。僕は一人、今度は餃子。で、ビールは3本目。クリア朝日。まあもうこのまま、多分、飲んで寝ます。桧原の夜は更けていく。